皆さんこんにちは。リビングライフの時間です。今日は5日。聖書の箇所は歴代史第2、8章1節から16節。タイトルは使命を遂げるための従順の歩み。この箇所を黙想して主の御言葉を汲み取っていきましょう。歴代史第2、8章、1節から16節。ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わった時、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。ソロモンはハマテツバに出て行き、これに打ち勝った。ついで彼は荒野にタデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれをハマテに建てた。さらに彼は上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは城壁と門と貫抜きのある防備の町々であった。バーラテおよびソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した。イスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫にあたる人々を、ソロモンは苦役に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。またソロモン王に属する者で監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れ上った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである、と彼が言ったからである。それからソロモンは彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に主のために全焼の生贄を捧げた。すなわちモーセの命令通りに毎日の日課によりこれを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年3回の礼祭、すなわち種を入れないパンの祭り、七週の祭り、仮用の祭りごとにこれを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組分けを定めてその務めに就かせ、レビ人もその任務に就かせ、毎日の日課として祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門営たちもその組分けに従って各々の門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。このようにソロモンの工事は主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、すべてが整えられていた。主の宮は完全であった。今年は平成30年、来年、皆さんもご存知の通り新しい元号に変わります。平成の30年間
というものを皆さんはどういうふうに評価なさっているでしょうか。またこの30年という歴史を振り返ってどういったことを感じられますか。今日この聖書の箇所を読んだときに一節にこうあります。ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わったとき。私はここを読んだときにこの20年という年数がすごく印象深く思いました。ソロモンは神殿、そして自分の邸宅を20年かかって完成させました。この20年という一つの歴史の区切り、これが長いのか短いのか、まあ、現代の私たちにとって家を建てるというのはあっという間の出来事ではないかなと思います。1年もかからないうちに家はどんどん建っていきます。ソロモンは20年をかけたということですけれども、しかしその20年の後にしっかりと完成しているということも読み取れるわけですね。そういったことを考えていましたときに、はたと今日の私たちイエス・キリストを信じるすべてのものは聖霊の宮だと聖書が語っていることを示されました。そのときに自分自身のことを問われました。私は16歳になる前にイエス・キリストを信じることができました。そして洗礼を受けました。かれこれ約37年間信仰生活を送っているわけですけれど、私自身が聖霊の宮として、主の宮としてどれぐらい立て上げられているのかということを問われました。自分自身を主に委ね、また御言葉に照らし合わせて、私のうちにどれぐらいキリストが形成されていってるのか。まだまだ途上です。ソロモンは20年という年月をかけて完成しました。私自身もこの完成を目指して日々進まなければならないなというチャレンジを受けたのです。それと同時に、また私は子供たちがいるわけですけど、最初の子供、長女ですが、数年前に20歳になりました。この子育てという面において、子供たちの関わりの中で、彼らの中にどれぐらいキリストを、キリストの命を、分け与えていっていることができているかな。彼らがどれぐらい主の宮として立て上げられているかな。こちらもまだ途上なんですよね。子供に対する信仰の継承っていうことが本当に必要だ、大切だということを主から気づかされて、この数年来本当にそのことに力を注いで、思い込めて、まあ、生きてきてはいます。ですから、そのために、まず自分自身の信仰も見直さなければならないということで、御言葉と取り組んできているわけですけども、大切なことは、完成を目指すということかな。そして、いつも意識を持って、自分自身を主の宮として立て上げていく。今日も御言葉によって私は主の力を得ている、主に似るものと変えられている、そういう確信を持って歩んでいきたいな、そのように思っています。自分自身を主の宮として立て上げることも、またその信仰を子供たちに、そして子供たちという場合それは決して、肉親の肉の子供、家族として肉体を持って生まれてくる子供だけではなくて、教会の中でイエス・キリストを信じる子供たち、新しく神の国に生まれてくる人々、
そういう人たちにもしっかりとこの信仰を伝えていかなければならない。その中心はやはり御言葉である。そしてその責任をいつも担ってるんだっていうことを、今日この箇所から、チャレンジを受けました。20年というのは長いようで、でも振り返れば私自身は本当にあっという間だなというふうに感じています。しかしそのあっという間だなと思えるような時間も、実は小さな時間のコツコツとした積み上げであるということを覚えれば、日々のQTに取り組むこと、日々主の御言葉を読み黙想し、また主に祈ること、これがどれぐらい大切かっていうことが改めてわかります。自分自身を御言葉に照らし合わせ、御言葉の命に自分を向かわせる。知識で理解して満足するのではなくて、その理解したことを今度は生きれるように進んでいく、このコツコツとした作業をしっかりとやり遂げたいと思います。ソロモンは完成しました。私も完成を目指して前進したい。まだまだ途上ですけれども、一歩一歩日々主の前に忠実に歩んでいきたい、そのように意を新たにいたしました。私の信仰生活は行きつ戻りつしながら、いろいろと困難もあり、苦しみの中を通りながらでも、主に対する信仰、これを決して諦めないでいれば成長することができるということを、まあ身に感じて今日まで来ております。これからもその戦いをしていくのですけれども、皆さんいかがでしょうか。自分自身を主の宮として立てていらっしゃってるでしょうか。また子供たちを、お孫さんたちを、また教会に新しく来られる、そしてイエス様を信じられる、クリスチャンの方々を主の宮として立てていこうという思いがあるでしょうか。ご一緒に励んでまいりましょう。お祈りします。恵み深い天のお父様、皆をあがめます。主よ、私たち自身をあなたにお捧げします。主よ、あなたの宮として清めてくださるとともに、また私たちが日々御言葉に向かい、御言葉の命を汲み取り、御言葉に根ざして主の宮として完成していくように、個人としてもまた教会としても、主よ、あなたの栄光を称える宮として完成されていくように、どうぞ導いてください。日々の信仰生活の歩みが、その教会の歩みが、主にあって守られ、大いに祝されますように。そしてお一人お一人の生活の中に、主よ、あなたの栄光が表されますように。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。